ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。おはよう。ベイビーシャーク、ママシャーク、そしてパパシャークが集まってるよ。ベイビーシャーク、大きくなったら何になりたい？たくさんの素晴らしい仕事があるね。ベイビーシャークは何になるのかな？あれ？これは？ベイビーシャークの前に不思議な箱が現れたよ。開けてみよう。うわあ、ベイビーシャークがお医者さんになったよ。ベイビーシャークがお医者さんになった。お医者さん、トゥルルルル、お医者さん、トゥルルルル、お医者さん、トゥルルルル、お医者さん。あれ？あそこに患者がいるね。さあ、患者を助けよう。大丈夫？亀さん。心配しなくていいよ。ベイビーシャークが手助けするよ。すごいね、ベイビーシャーク。亀さん、ありがとうって言ってるよ。次はどんな仕事を試してみようかな。うわあ、ベイビーシャークが警察官になったよ。友達を助けに行こう。警察官、トゥルルルル、警察官、トゥルルルル、警察官、トゥルルルル、警察官。あれ？あそこにいたずらっ子の海賊タコが見えるよ。海賊タコ、止まりなさい。お前は逮捕された。うわあ、ベイビーシャークが友達を助けたんだ。ありがとう、ベイビーシャーク。お医者さんと警察官、両方ともベイビーシャークにぴったりだね。あれ？これは？うわあ、バレリーナのシャーク。とってもおしゃれなベイビーシャーク。バレリーナ、チュルルルル、バレリーナ、チュルルルル、バレリーナ、チュルルルル、バレリーナ。あれ？ベイビーシャークはどこ？うわあ、ベイビーシャーク、海の中で一番おしゃれで優雅なシャークだね。最後の箱の中には何があるかな？最後にして最高に勇敢な消防士が現れたよ。消防士、ドゥルルルル、消防士、ドゥルルルル、消防士、ドゥルルルル、消防士。ああ、友達が危ないよ。ベイビーシャークが火を消したね。怖かっただろうけど、勇敢なベイビーシャークだったよ。お医者さんシャーク、警察官シャーク、バレリーナシャーク、消防士シャーク。どれも素晴らしい仕事だね。ははは、君のお気に入りの仕事はどれ？
何を選んでもきっと素敵だわ。そうだね、きっと何になっても素晴らしいよ。また今度ね。さよなら。やあみんな、今日は怖いハロウィンだよ。ベイビーシャークが大きい鏡を見つけたよ。見に行こうよ。あ、鏡の中には黄色いベイビーシャークじゃなくて幽霊のベイビーシャーク。幽霊のベイビーシャークが鏡から出てきたよ。あ、逃げよう、ベイビーシャーク。あれ、幽霊のベイビーシャークからプレゼントが？みんなで一緒に開けようね。最初はこれから。ベイビーシャークが魔女に変身したよ。うわぁ、ほうき。このほうきで空を飛ぼう。魔女シャーク、ドゥルルルル、魔女シャーク、ドゥルルルル、魔女シャーク、ドゥルルルル、魔女シャーク。あなた真似してるのかい？えいや、もう二度とからかわないでね。次の箱を開けたい？開けてみよう。今度はベイビーシャークが骸骨に変身したよ。気に入った？骸骨、骸骨、ドゥルルルル、骸骨、ドゥルルルル、骸骨シャーク。あれ、もう一匹骸骨シャーク、よろしくね。わあ、美味しそうな骸骨シャーク。あ、助けて。ふう、本当に怖かったね。大丈夫でよかったよ。あれ、三つ目の箱を開けたいの？本当に大丈夫なの、ベイビーシャーク。うわー、鋭い歯を持つヴァンパイアのシャーク。見て、立派なマント。ヴァンパイア、ドゥルルルル、ヴァンパイア、ドゥルルルル、ヴァンパイア、ドゥルルルル、ヴァンパイアシャーク。わあ、これはヴァンパイアの城かも。ベイビーシャーク、こんにちは。どうぞ中へ、一緒に食事をしよう。ちょっと怖いな。ごめん、ヴァンパイアさん、結構です。ダメ、ノーは受け付けないよ。行こう。あれ、ダメ、ベイビーシャークを離して。いた、逃げるなよ、ベイビーシャーク。わあ、すごいよ、ベイビーシャーク。歯を使って賢く勇敢に立ち向かったね。ヴァンパイアさんを怖がらせたよ。でも、四つ目の箱はどこに行ったんだろう。え、あれは何？あ、ゾンビの群れだ。逃げよう、ベイビーシャーク。
イビーシャークがゾンビになっちゃった。大丈夫かな。ゾンビドゥルルルル、ゾンビドゥルルルル、ゾンビドゥルルルル、ゾンビシャーク。魔女シャーク、骸骨シャーク、ヴァンパイアシャーク、ゾンビシャーク、一番怖かったのは幽霊のベイビーシャーク。戻ってきたね。大丈夫かな。うわあ、ベイビーシャークが元に戻ったよ。ほっとした。こんにちは、ベイビーシャーク。やあ、みんな。今日はどんな楽しいことをしようかな。わあ、見て、宝箱があるよ。中に何が入っているかな。開けてみよう。わあ、たくさんのカラフルな卵。この卵たちは誰の卵かな。まずはこの卵を見てみよう。うわあ、まるで恐竜の卵のようだね。鶏のような黄色い冠がある恐竜だとすると、そっか、カリミムスだね。うわあ、本当に早いね。ガリミムス、トゥルルルル、ガリミムス、トゥルルルル、ガリミムス、トゥルルルル、ガリミムス。わあ、ガリミムスシャークが1位になったよ。きっとそうだと思ったよ。おめでとう、ガリミムスシャーク。きっと全部恐竜の卵だね。次はどの卵を見ようかな。うわあ、3つの強くて鋭い角があるよ。みんな、この恐竜が何かわかるかな。その通り、それは力強いトリケラトプスだよ。トリケラトプス、トゥルルルル、トリケラトプス、トゥルルルル、トリケラトプス、トゥルルルル、トリケラトプス。トリケラトプスになってから、ベイビーシャークは草しか食べていないよ。草食恐竜だからね。おいしい？次はどの恐竜に変身しようかな。どの恐竜が太くて硬い頭蓋骨を持っているかな。その通り、頭突きをするパキケファロサウルスだよ。パキケファロ、トゥルルルルサウルス、トゥルルルル、パキケファロ、トゥルルルルサウルス。頭蓋骨本当に硬いね。すごい。最後の恐竜の卵になったね。恐ろしい恐竜じゃないといいけどね。怖いよ。ガオーガオー、それは恐竜のティラノだよ。みんな逃げて。トゥルルルルティラノ、トゥルルルルティラノ、トゥルルルルティラノ。ティラノシャークが魚を追いかけているよ。
バリミムス、トゥルルルル、トリケラトプス、トゥルルルル、パキケファロー、トゥルルルル、ティラノ。ベイビーシャーク、恐竜に変身するのはどうだった？楽しかった？次回はもっと楽しいものに変身しようね。さようなら。こんにちは、みなさん、おはよう。おはよう、ベイビーシャーク。みんな大変だよ。助けてくれる？あら、ベイビーシャークに何かが起こったようね。一緒にベイビーシャークを助けましょう。サメの家族がとっても悲しそう。何があったのかな？みんな、どれが一番いい色だと思う？やっぱりピンクが一番だわ。ほら、そう思うでしょう。おや、海がピンク色に変わったよ。ほら、海はピンク色の方がずっと綺麗だわ。ピンクの海、トゥルルルル、ピンクの海、トゥルルルル、ピンクの海、トゥルルルル、ピンクの海。そんなことない、青が一番さ。海はいつも青い色で、その方が一番綺麗だよ。今度は海が青色になった。青い海、ドゥルルルル、青い海、ドゥルルルル、青い海、ドゥルルルル、青い海。いいやいいや、オレンジ色の海が一番美しいよ。オレンジ色がどれほど素晴らしいか見てごらん。みんな見て、海がオレンジ色に変わったよ。オレンジの海、ドゥルルルル、オレンジの海、ドゥルルルル、オレンジの海、ドゥルルルル、オレンジの海。あふん、何を言っても緑が一番じゃ。みんな間違ってるね。緑のような色はないんだよ。海はおじいちゃんシャークのように緑になったよ。緑の海、ドゥルルルル、緑の海、ドゥルルルル、緑の海、ドゥルルルル、緑の海。待って！ピンク色が一番綺麗よ。青が一番綺麗な色だ。オレンジが一番。最高の色を一つ決めてみよう。あらまあ、サメの家族が喧嘩になってしまったね。海がさまざまな色に変わってる。人でタコもみんな色が変わったよ。海がおかしな色に変わっちゃった。あらまあ、小さな魚が泣いてるよ。どうしたの、小さな魚さん。ああ、元の色に戻りたいのね。ごめんね、小さな紫の魚さん。自分たちの色だけを考えていたね。でも紫の色が本当によく似合っているよ。
わあ、サメの家族が海をきれいにしてるよ。海はそのままが一番美しいね。まるでサメの家族の色のようだね。サメ家族、トゥルルトゥル、サメ家族、トゥルルトゥル、サメ家族、トゥルルトゥル、サメ家族。一緒に泳いでいるサメの家族、素敵だね。もう仲直りしたかな？海をきれいにしてくれてありがとう。また会おうね。さようなら。ベイビーシャーク退屈そう。楽しいことないかな。あら、魚たちが楽しそうだね。一緒に遊ぼうかな。あらら、ベイビーシャークが魚たちを怖がらせちゃったね。ベイビーシャークは何をするのかな。ん？何かがあるね。変な模様のついた箱があるよ。開けてみようか。うわあ、バスケットボールだ。それにベイビーシャークがバスケットボール選手に変身したよ。行こう。バスケットバウンスバウンス、バスケットバウンスバウンス、バスケットバウンスバウンス、バスケット。うわあ、ベイビーシャークが勝者だよ。おお、よくやったね、ベイビーシャーク。次はこの箱を開けよう。どんなボールが入ってるかな。うわあ、サッカーボールだ。ベイビーシャークがサッカー選手に変身したよ。試合を始めよう。サッカーボール、シュートシュート、サッカーボール、パスパス、サッカーボール、シュートシュート、サッカーボール、ゴール。うわー、ゴールだ。ベイビーシャークがゴールを決めたよ。素晴らしいわ、ベイビーシャーク。とっても楽しかったね。次は別の箱を開けよう。うわー、テニスボールだ。私はテニスが好きなの。挑戦しようか。テニスボールポインポイン、テニスボールポインポイン、テニスボールポインポイン、テニスボール。心配しないで、ベイビーシャーク。少し練習すればすぐに私より上手になれるよ。最後の箱だね。中身は何だろう。開けてみて、ベイビーシャーク。わあ、野球だ。急ごう、野球をしよう。野球パンパン、野球パンパン、野球パンパン、野球ホームラン、ホームラン。うわ、ホームラン。ベイビーシャークは最高の野球選手だね。バウンスバウンス、バスケットボール、シュートシュート、サッカーボール、ポインポイン、テニスボール、ホームラン、ベースボール。みんなどのボールが一番好きかな。遊んでいたらお腹が空いちゃった。家に帰っておいしいものを食べよう。次回も楽しみにね。さよなら。
シャークが海を泳いでるね。ねえ見て、ベイビーシャークの大好きなおもちゃがたくさん。みんな、ベイビーシャークについていこう。うわあ、おもちゃの魔法の国に来たみたい。たくさんの楽しいおもちゃがあるよ。ワクワクするね。このおもちゃは何だろう。うわあ、ベイビーシャークがふわふわのテディベアに変身したよ。かわいいね。テディベア、トゥルルトゥル、テディベア、トゥルルトゥル、テディベア、トゥルルトゥル、テディベア。このテディベア、柔らかくてふわふわだよ。悲しい時や怖い時にはテディベアを抱きしめられるんだ。次はどのおもちゃに変身しようかな。うわー、強くて勇敢なロボットだ。ピッピップロボット、トゥルルトゥルロボット、トゥルルトゥルロボット、トゥルルトゥルロボット。みんな一緒にロボットダンスをしようよ。キーチクキーチク。このおもちゃには車輪がついてる。一体何かな。うわあ、ベイビーシャークが巨大なモンスタートラックのおもちゃに変身したよ。ブルンブルン、行こう。モンスタートラック、トゥルルトゥル、モンスタートラック、トゥルルトゥル、モンスタートラック、トゥルルトゥル、モンスタートラック。これは最速のモンスタートラックだ。かっこいい。最後の箱にはどんなおもちゃが入っているかな。楽しみだな。ああ、ベイビーシャークがビデオゲームの世界に行ったよ。ベイビーシャークとゲームをしようか。うわーい。ベイビーシャーク、トゥルルトゥル、楽しい、トゥルルトゥル、面白い、トゥルルトゥル、ゲーム。ベイビーシャークがゲームの最後までクリアしたよ。すごいね、ベイビーシャーク。テディベア、トゥルルトゥル、ロボット、トゥルルトゥル、モンスタートラック、トゥルルトゥル、ゲーム。おもちゃで遊ぶのはとっても楽しいけど、そのおもちゃに変身するのはもっと楽しいよね。え、もっと変身したいの？次回もっとたくさん変身してみようね。またね、さようなら。ベイビーシャーク、ちょっと疲れてるみたいだね。あ、お腹空いたんでしょう、ベイビーシャーク。ベイビーシャークにあげられる食べ物ないかな。あれ？船から何か落ちたよ。うわー、フルーツを見て。
みんな美味しそうなフルーツを食べて元気が出るようにベイビーシャークを手伝おうよ。これは赤いイチゴだね。美味しそう。ベイビーシャーク、準備はいい？いちご、トゥルルルル、いちご、トゥルルルル、いちご、トゥルルルル、いちご。ベイビーシャークがいちごを食べて、いちごのシャークに変身したよ。美味しかったかな、ベイビーシャーク。次はどのフルーツにしようかな。うわあ、青いブルーベリーだよ。うん、甘い匂いがするね。ブルーベリー、トゥルルルル、ブルーベリー、トゥルルルル、ブルーベリー、トゥルルルル、ブルーベリー。今度はブルーベリーシャークに変身したね。とっても素敵だよ。この酸っぱそうなフルーツは何かな？あ、ピンクのグレープフルーツだ。爽やか。見てるだけでよだれが出るよ。グレープフルーツ、トゥルルルル、グレープフルーツ、トゥルルルル、グレープフルーツ、トゥルルルル、グレープフルーツ。ベイビーシャークがグレープフルーツに変身したよ。甘酸っぱいね。このフルーツは緑色でうねうねした模様があるよ。一体何かな？そっか、最後のフルーツはスイカだ。新鮮で甘そうだね。スイカ、トゥルルルル、スイカ、トゥルルルル、スイカ、トゥルルルル、スイカ。ベイビーシャーク、どこにいるの？見つけたよ。見て、ベイビーシャークがスイカ模様になってるよ。まるで海藻みたい。いちご、トゥルルルル、ブルーベリー、トゥルルルル、グレープフルーツ、トゥルルルル、スイカ。ベイビーシャーク、フルーツたくさん食べてお腹いっぱいかな？いろんなフルーツに変身するの楽しいね。次もまたいろんな変身してみようね。さようなら。ベイビーシャークが海を泳いでるね。ベイビーシャーク、今日は何をするのかな？え？何？あら、どこへ行くの？ベイビーシャーク、大丈夫？一緒について行ってみよう。うわあ、面白そう。初めて見たよ。一体なんだろう。うわあ、チーターのような黒い斑点が。とっても素敵。チーターシャーク、トゥルルルル、チーターシャーク、トゥルルルル、チーターシャーク、トゥルルルル、チーター
ターシャーク。チーターはライオンやトラより速いよね。うわー、すごく速い。見えないくらい。チーターはとってもかっこいいね。次はどの動物に変身してみる？うわあ、今度はシマウマのような黒と白のストライプがあるね。シマウマシャーク、ドゥルルルル、シマウマシャーク、ドゥルルルル、シマウマシャーク、ドゥルルルル、シマウマシャーク。こんにちは、シマウマ。はじめまして。シマウマシャークを見たことがある？あら、シマウマを驚かせちゃった。ごめんね。この模様は誰の？うわあ、ベイビーシャークにキリンのような茶色の斑点が。キリンシャーク、ドゥルルルル、キリンシャーク、ドゥルルルル、キリンシャーク、ドゥルルルル、キリンシャーク。キリンはとっても長い首をしていて、高いところから食べ物を食べられるよ。その通り、ベイビーシャーク。君は長い首はないけれど、泳ぎが上手だから素晴らしいハンターだよ。最後の箱には何が入っているかな？うわあ、ベイビーシャークに華やかなクジャクの羽が。クジャクシャーク、ドゥルルルル、クジャクシャーク、ドゥルルルル、クジャクシャーク、ドゥルルルル、クジャクシャーク。うわあ、ベイビーシャークの尾にカラフルな羽がついているみたい。とっても素敵。チーターシャーク、ドゥルルルル、シママシャーク、ドゥルルルル、キリンシャーク、ドゥルルルル、クジャクシャーク。動物の模様に変身するのはとっても楽しいね。次は何に変身してみよう。楽しみだね。また会おうね。さようなら。あら、ベイビーシャークが何か探しているね。何を探してるの、ベイビーシャーク。まあ、ベイビーシャーク退屈しているのね。何か楽しいものを探してみよう。あ、見て、人で。でも、どこへ向かっているのかな。追いかけてみよう。うわあ、星空に人手がいっぱい。とってもキラキラで美しいね。え、ベイビーシャークも星の模様が欲しいの？ベイビーシャークに星をどうつけられるかな？うわあ、カラフルな絵の具と可愛らしいステッカー。これを使えば、ベイビーシャークを変身させることができるね。まずはこの紺色の絵の具を試してみよう。それでは星のステッカーを貼ってみよう。うわー、キラキラしてるね、ベイビーシャーク。海の中で一番おしゃれな星のサメだよ。星シャーク、ドゥ
ルルルル星シャーク、ルルルルル星シャーク、ルルルルル星シャーク。うわあ、星よりも光っているよ。あそこに転がっているものは何かな。追いかけてみよう。うわあ、可愛らしいハートの海だね。ねえベイビーシャーク、君もハートの模様が欲しいの？もう一度変身させよう。ピンクで塗ってみよう。それからハートのステッカーを加えましょう。うわあ、ハートのサメ、可愛らしいよベイビーシャーク。ハートシャーク、トゥルルトゥル、ハートシャーク、トゥルルトゥル、ハートシャーク、トゥルルトゥル、ハートシャーク。うわあ、あっちに何かが動いているよ。一緒に行ってみる？うわあ、雲でいっぱいの海だ。みんなが雲の上で休んでいるみたいだね。今度は雲の模様をつけてみよう。空色を使おう。ふわふわの雲のステッカーを追加しよう。うわあ、ふわふわの雲のサメ完成。ヒュー、ベイビーシャーク、雲のように軽いね。雲シャーク、トゥルルトゥル、雲シャーク、トゥルルトゥル、雲シャーク、トゥルルトゥル、雲シャーク。あれ、あそこに何かが揺れているね。もっと近くに見に行こう。うわあ、綺麗なお花がたくさん。海の下はとってもいい匂いがするね。ベイビーシャーク、今度はお花の模様はどう？緑で塗りましょう。花のステッカーを忘れずに。うわあ、花のサメ完成。とっても甘い香りがするね。あら、ハチたちがベイビーシャークを本物の花だと思ったみたい。急いで行ってみよう。花シャーク、トゥルルトゥル、花シャーク、トゥルルトゥル、花シャーク、トゥルルトゥル、花シャーク。星シャーク、ハートシャーク、雲シャーク、花シャーク、みんなどれが一番好き？模様を選んで、もう一度ベイビーシャークを変身させれるよ。また会おうね。さようなら。やあ、ベイビーシャーク、みんなこんにちは。あれ、ウサギとカラフルな卵が見えるね。何か特別な日なのかな。そっか、今日はイースターか。ベイビーシャークがイースターの卵を配りたいみたいだよ。みんな、ベイビーシャークと一緒に卵を飾るのを手伝おう。どの色にしようかな。いいね、オレンジを使おう。さて、どんな形を描こうかな。
丸い泡の形を描いたね。いいね、ベイビーシャーク。あれ、卵が突然飛んでいったよ。早く急いで見つけに行こう。探そう、ドゥルルルル、探そう、ドゥルルルル、見つけた、ドゥルルルル、見つけた。オレンジ色の泡模様の卵を3つ見つけたよ。次はどの色の卵を使おうかな。紫？いいね。みんな、今度はハートの模様を使ってみよう。うわあ、このハートがあると卵がとっても可愛く見えるね。あれ、卵がまた飛んでいったみたいだね。早くみんなで探そう。探そう、ドゥルルルル、探そう、ドゥルルルル、見つけた、ドゥルルルル、見つけた。いいね、紫色のハート模様の卵を3つ見つけたよ。みんなお疲れ様。卵を緑に塗ってみる？みんな、この卵はベイビーシャークに任せてみよう。ベイビーシャーク、どんな模様を描くの？うわあ、緑の卵にはストライプが入ったね。今度は卵はどこへ行ったんだろう。さあ、行こう。探そう、ドゥルルルル、探そう、ドゥルルルル、見つけた、ドゥルルルル、見つけた。緑色ストライプの卵が3つ、1つ、2つ、3つ、全部見つけたよ。最後の卵だよ。この卵を飾ったら、やっとみんなに渡すことができるね。あ、今度はベイビーシャークが3つの色を使いたがっているみたいだね。卵はどんな色になるのかな。わあ、この卵、サメの家族みたいだね。ベイビーシャークは黄色、ママシャークはピンク、パパシャークは青。ちょうど彼らと同じ。素晴らしいね、ベイビーシャーク。さあ、サメの家族の卵を探しに行こう。探そう、ドゥルルルル、探そう、ドゥルルルル、見つけた、ドゥルルルル、見つけた。ベイビーシャークの卵、ママシャークの卵、パパシャークの卵、全部見つけたよ。さて、かわいい卵を配りに行ってみよう。泡模様、ドゥルルルル、ハート、ドゥルルルル、ストライプ、ドゥルルルル、いろんな卵。ベイビーシャーク、みんなを幸せにできたね。とっても偉いわ。またどんな変身ができるのか楽しみだね。ワクワクしちゃう。また会おうね。さようなら。YouTube からピンキッズで検索してね。